働きおる者どもへの強気の時間じゃ。うちはあもうないけん、踊りあら覚悟せよ。でとりあえずクリムゾンスター、ちょっと個人的にはサソリ座順番ずらしてサソリ座来るかなと思ったけど、順番通りか。今回ね、まあ、このカニ座らしきやつと、双子座と、まあ、獅子座、そこかな。神ではないよね、竜か魔なんですけど、まあ、フェルグの、ちょっとフェルグと関係あると見ると、マゴマだよね。つかまたマゴマ強化されるの、どの方向性かな。フェルグはもうマデッキ全体の強化ですよね。ちょっと赤みがかってるから竜もあるけどね。あ、魔竜か。でも魔竜ってもうナルダルいますよ、すでに。超駒、魔竜で使える超駒って、もうナルダル、まあリーダーいて、あとフルフレアいて、まああといろいろ詰め込めるんで、そこで、なんだろう、強いキャラクターもう一丁ぶち込んでくるかな。マナグリはもうシェラハいるしね。まあ毒デッキも毒じゃないけど、一応フェルグ使えなくはないからな。新スキルは、まあディザイアではあるんですけど、10日は。まあ進化はどんな感じかな。あー、エレメンツか。エレメンツガーデン来る？早速。マゴマか、エレメント。確かにね。あるね。進化かな、エレメント。ちょっと10日の貴重な枠でエレメント、ちょっともったい、もったいないっていうか、早いかな。全くかかってないのは、まあ、吸収デッキとか、あと、ま、呪いデッキ、まあ、そこら辺ですかね。あ、ソウル、ついに、ここに来て。ソウル、あるね。確かに。ソウルディザイアか。うん、吸収とか呪いとかね。そこら辺はまだ全然手がつけてないからね。まあ、逆に強化されるとうるさそうだけどね。マナか。あれ、マナってマゴマ入るんでしたっけ？まあそうだ。最近のキャラクター、最近のデッキ、マナ、エレメンツ、ソウルまであるか？いや、あるね。ワンチャン。で、竜はね、火炎ディザイアないっしょ？あとは、まあ暗黒ディザイアはないか。速攻竜ディザイアは、まあ一応ナルダル来たけど、速攻竜のディザイアはないね。まあ流血ディザイア、あと、戦撃ディザイア。いや、どの方向性で来るか。まあ、さすがにイラスト見ただけじゃわかんねえか。性能までは。角っぽいのはあるけど、何の角かわかんない。確かにちょっと追いフェ感ありますよね。自分も今思ったわ。あ、尻尾か。尻尾も重要っすね。確かに、尻尾ないよね。いや、あるわ。いや、あったわ。これ何の尻尾？竜ゴマってこと？だって、マゴマで尻尾をつけるは、まあ、あるけど、こんなぶっとくないよね。なんか、サソリ座だったら、サソリのなんか尻尾っていうか、あの、尾の部分、毒出るとこあるんですけど、これサソリ座じゃなくてカニ座なんで、カニ座で尻尾とか意味わかんないもんな。いや、バリバリにあるわ、あの、尻尾。じゃあ、竜か、これ。なるほどね。今回こんな感じと。オッケー。じゃあ、ちょっと、あと、どうしようかな。あ、このオールスターカウントダウンガチャ、ちょっと、中身見ます？いいのいるかどうか。さあ、ここのラインナップなんですが、注目キャラクターは夜明けと祭りかな。まあ、あとのキャラクターも強くはあるけど、まあ、そこまで見ないですかね。このアスリンはマナのアスリンかな。まあ、夜明けはね、戦撃リーダーでもうバチバチに、活躍しますし、まあ、なんだかんだね、祭りも、まあ、スーちゃん登場してちょっとね、影薄くなったけど、まあ、強くはあるんで、まあ、狙い目ではありますね。これね、カウントダウンガチャ、新シーズン前で結構ね、罠ガチャっぽいんですけど、ラインナップはね、めちゃくちゃいいんで、そこがね、罠ガチャたるゆえんですね。ラインナップ結構強いからね。あと、天井もあるし。あ、アズリエルね。毒デッキだと結構アズリエルも、ワンチャン強いか。まあ、普通に毒デッキじゃなくてもね、アズは強いけど。さあ、ここのキャラクターは、まあ、これも一緒で、夜明けが、ピックアップ、されてて、あと、ポイントは、やはり、ベランジェールかな、これ。ベランジェールはマジでぶっ壊れ、こいつは。まあ、罠デッキ？神駒が入るワーデッキだったら、まあ、大体、ベランジェールは入りますよと。ちょっと前はね、月読み環境でかなりね、アンチヒール多かったんで、少しね、使いづらかったんですけど、今ね、やや落ち着いたんで。ベランジェール、神タンに対してめちゃくちゃ強いからね、これ。大体、神タンマッチングしてベランジェール置けたら、まあ、勝てるまである。それぐらい強いですね。さあ、ボリューム2、ボリューム2は、結構ね、このバレンタイン・エルロージュ、これもね、まあ、大穴というか、意外とね、強いんで、割と自分は評価してますね。なんか HP50% 切ると使えるリアンツィールみたいな感じで、なかなか強いっす。で、あとは、イバル姫かな？これはスキル、ベノムヒールと、コンボスキル毒持ったね、オズかな？なんか季節系のオズ、あれの S5 マ版っていう感じですね。まあ、スキルでね、耐えて、まあ、コンボスキルね、毒狙っていくっていう、そういう使い方できますね。結構回復量多いんで。まあ、実質バスバリに近いかな。アンチヒール効いちゃうバスバリっていう感じですかね。
まあ、そう聞くとね、弱く見えますけど、まあ、しっかりね、コンボスキル、毒持ってるんで、まあ、毒デッキで一回耐えて、コンボスキルで、ドカッと狙っていくっていうのは、ありですね。意外とね、ベノムヒール持ってるけど、火力出ないっていうやついるんで、まあ、特にね、ブライダルマモンとか、あれは両面、ベノムヒールで、まあ、なんか、マデッキの耐久、まあ、マフェリとか、あとは、シアンのマタンで耐久したいっていう、肝心時は、まあ、多分あっちのブライダルマモンの方が強いんですけど、まあ、普通のねマデッキだったら、まあ、一旦耐えるんだったら、まあ、こっちの方が強いと。ここはね最近のキャラクター多いね。まあ、マナの、オルトロスは、まあ、マデッキのねフェイルノート的な感じで、さすがにフェイルノートまではいかないけど、結構ねこれ打てるか打てないかで、変わってくるぐらい強いですね。であとアスリンはこれマナリンかな。まあ同じくね、オルトロスとこれ一緒に狙っていくのでかいね、アスリン。まあ、まだね、始めたい方はここ、ポイントよと。で、メイリージュは、これ確かあれかな？エレメンツの、リメットみたいな感じですよね。確か。まあ、それは確かに強いんじゃが、まあ、やっぱエレメントね、まだ始まったばっかりでそんなにまだ来てないんで、まあ、どうなるか。で、流血のね、ひなちゃんはね、そこまで強くないっすね。まあ、使いやすくていいんすけど、まあ、言って、でも血使う割にダメージはね2000、2000の4000で、コンボスキルはいくつだったかな。ちょっと自分のキャラクターも必要だし、意外とねちょっと控えめなんですよね。コンボスキルはまあ3600か。まあ火炎ダメージはいいけど、まあ、火炎バフもね乗りますけど、まあ抜けちゃうかなっていう感じかな。あとまあ流血の S ね、ちょっと HP もやっぱ火炎に比べると、少ないんで、まあ、そこですよね。やっぱりね火炎キャラクター5剣キャラ入れて HP を、上げたいよと。まあ、そんなところっすかね。ワンチャンカニザ、流血もね、そうっすね、ありますね。竜ゴマだと、戦撃、流血、暗黒、速攻竜、火炎。結構方向性全部バラバラだけど、ありますね、そこら辺は。まあ、楽しみよと。で、注目キャラはこんなところかな。ボリューム3までですもんね。ここに上がってないだけで、もっとね、いいのかな。まあ、なんかね、狙いのキャラクターいる人はね、まあ、ワンチャン狙ってみるのはありかもしれません。まあ、天井多分英語は10枚だと思うんで、めちゃくちゃ欲しいキャラクターがいたら引いちゃうかもっていう。ただ、欲しいやついるかな？英語まで。まあ、基本的に自分は引かなくて石ダメなんですけど、英語まで欲しいやついたかな？流血で欲しいキャラクターちょっといるけど、まあ、いなくてもなんとかなるんで。まあそんなところかな。あ、ブルーロックガチャね。ブルーロックガチャも、まあ自分もワンチャンで単発引いてるぐらいかな。正直、エゴさん欲しいけどね。ちょっと新シーズン前なかなかいかついっすわっていう感じで、だね。で、今回ね、今回も、4月30日ね、僕ミラー配信やっていくんで、ぜひね、お時間ご都合、よろしければこちらもね、いつも通り配信やっていくんで、来ていただければ幸いです。よし、じゃあ、今回ね、新キャラ来た時にいないんで、まあ、ここで、締めようかな。